はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。あの世界行きたい、住みたいっていうのは、まあ、ある意味異世界ですよね。異世界だったり、まあ、過去の、そのヨーロッパのあの世界に行きたいとかさ、中世の。うん。それとか、まあ、アメリカの、その、なんだっけ。ゴールドラッシュだっけ、そういうタイプのところだったりだとか、なんとか時代とかね、うん、に日本だと平安時代とか鎌倉時代とか、そういうところに行きたいとかってあると思うんだけど、どうなんだろうね。まあヨーロッパのあの中世の世界観にちょっと行って見てみたいっていうのもそうだし、体験してみたいっていうのもあるかもしれない。そのベルサイユのバラのあの世界観、ヨーロッパなのかな、まあフランスだからそうか、あっちの方だよね。うん。だけどあのドレス、まあ、上流階級のあのドレスってすごく大変みたいで、コルセットの上にまあ本当にウエストがキツキツになるぐらい、本当にね、競輪選手とかの太ももぐらいあるぐらいの太もものあの太さにならなきゃいけない。あれがまあ流行の最先端のあれだっていう感じなんで、結構本当に内臓とかがその大変だっていうね、うん、変な方向に行っちゃうんで、大変だっていうのもそうだし、お風呂も今みたいに毎日入るっていうのはなかったらしいんだよね。変な話、1年間お風呂入んなかったとかさ、半年間入んなかったっていう人もいるようで、本当に臭かったっていうね。うん。そのために香水とかをつけて紛らわしてたっていう話があったりとかしてて、マジかって思うし。うん。で、トイレもトイレで、今のように水洗とかね、まあ、ちょっと前から言うと、そのボットンじゃないけど、ボットントイレとかね、そういうのもなかったりとかしてるし、まあ、あったとしても本当に、ね、その道端にあるみたいな感じで、あったみたいだし、その、おまる?ちっちゃい子も、ちっちゃい子、まあ、幼稚園ぐらいの、幼稚園じゃない、赤ちゃんぐらいのあのトイレ、ああいうものが開発されたの、大人になってもあれを使っていたっていう話があったりとかしてて、うん、大変だったみたいね。それを隠す、おトイレをしているところを見せないように、ああいうふんわりとした、スカート、女性だったらスカートは、あった、開発されたっていう話もあったりとかしてて、まあそれが本当かどうかは分かんないけどね、うん、っていう話だけど、でもちょっと見てみたいよねそのイメージする、自分たちがイメージする、そのああいう世界なのかなと思っちゃうし、うん、実際にはそうじゃなかったりとかね、まあ、幻滅しちゃうかもしれないけど、まあ、現実を見てみたいなと思うし。うん、で、まあ、日本だとね、その平安時代とかさ、本当に、その、島村じゃないや、島村じゃない、あの、紫式部、ね、そういう十二人とかが、本当に、どういう状態で来てるのかとかさ、多くはどういう感じなのかとかさ、うん、あの皇室のそのなんだっけ、即位をするときに、あのちょっとだけその十二人みたいなのを着ている、天皇陛下と皇后、なんかのその儀式の時につけてるものがあったりとかするんだけど、
ああいうのを見てて、なんかそんな苦しい感じでもないよねって、つけてない、あの着たことのない人はそう思うんだろうけど、実際はねそうでもないらしいっていうのはあるし、本当にあの子供一人ぐらいの20キロ30キロぐらいの12人を着たらそんくらいかかるっていう、なんかで聞いた思いなんだよね、そういう特集みたいな感じで。うん、まあそういうのもね見てみたい気もするけどね、実際。うん、着れるところは多分あると思うんだけど、うーんっていう感じかな。皆さんどう思いでしょうか。以上です。